枠、星4。北の傭兵団の副団長の息子として生まれた主人公、その世界は、国のトップが決まって平定し、安定した南と、まだ戦国時代が終わっていない北に分かれた世界であり、傭兵は食い口を稼ぐために北で鉄砲玉として日銭を稼ぐ生活をしている。そんな傭兵団が南の偉い魔法学園の権力者をたまたま助けたことで縁ができ、自分の息子は引っ込み思案で覇気がなく、傭兵としての資質である、何が起こっても自分一人で解決する能力に欠けている。だからこのまま成長したら、多分10年でガメをベラするだろう。と先見の明がクソ高い偶性の父だったために、息子を魔法学園に入学させることでその借りを返してくれと口約束をする。その後、その引っ込み思案の息子は傭兵としてそこそこ名を上げる活躍をして、親父の希望で9歳からの入学が認められている魔法学園に向かう。道中たくさん人族に裏切られたことで何があっても自分一人で解決する能力を身につけることに成功し、目の奥にも覇気が生まれ、父親の英才教育によって、剣も勉強もできる超絶優秀な人族に育った。なんやかんやあって出発が遅れたことと、9歳の子供が過酷な北の地域を脱出するのは骨が折れたせいで、魔法学園にたどり着いた時には11歳になっていた。そこから2個上の新入生として魔法学園で、魔術師をするというクソ面白い漫画。親父がクソ頭が良く、傭兵団というのは使い勝手の良い消耗品だから傭兵団なんかしててもいいことなんか一つもない、といった発言だったり、息子に対する評価や、息子は尊敬する親父に自分を認められてほしいと頑張る設定など、設定の書き方や見せ方が文芸お上手。作画もシナリオも大変面白い漫画。